皆さんはエイリアンと触れ合ったらどう思いますかこのお話は1969年に起きたお話ですテネシー州チャタヌーガという町で起きましたテネシー州は地図で赤くなっている部分です1969年1月8日夜7時30分母親が運転する車にスージーは乗り込みましたスージー16歳です そそしてその車の後部座席にはスージーのお友達2人が乗っていました近くの中学校の体育館へ向かうところだったんですその夜はスージーたち高校の女子生徒によるバスケットボールの試合が行われることになっていましたそこへスージーたちは応援に行こうとしていたんです 車を走らせていると、スージーは窓の外にオレンジ色の光があることに気づいたのです。それは満月に見えました。それでお母さんに聞いたんですね。今夜は満月だっけとで。お母さんはいや違うと思うけど、と答えたのです。そのオレンジ色の光を見ていると、空の低い位置にあって、ずっと自分たちの車を追いかけているような感覚だったそうです。なんでついてくるんだろうと、その時スージは思いました。そしてそのまんま、 全員意識を失ったそうですこれはその後のインタビューで答えていましたそして次に気が付いた時にはレールの上に自分たちの車がありましたこれトーキーが描いた絵なんですけれどもこのレールの上に車がこうやって置かれていたっていうんですねこのレールは列車が通るレールですそして目を覚ました数字は自分たちの車の目の前に先ほどのオレンジ色の光が浮いていることに気づいたんです すると後部座席で目を覚ました友達二人もスージーにあれカメラで写真に撮ってというのでスージーは慌ててカメラを取り出してパシャパシャっと撮ったんですえところが後で気がついたのですがカメラの中にフィルムがありませんでしたその夜はバスケットボールの試合で友達を応援するためきちんとカメラにはフィルムを入れて準備万端にしていたにもかかわらず亡くなっていたんです これは1969年当時のお話なのでフィルムカメラが主流ですそのオレンジ色の物体はどうやら丸い物体ということに気づいた数字は見ているとそのオレンジ色の光の周りにブルーの青い光が点々とついていることに気がつきますさらにその光たちは少しずつ変化していきましたそして色を変えるたびにその物体からパフッと 煙のようなものが出たというのです。それをみんなでぼーっと眺めていると、後ろから列車の音がしてきたのです。車の後ろに列車が迫ってきました。慌ててお母さんはエンジンをかけようとします。しかしかかりません。もうみんな急いでお母さん早く車を出してと叫んでるんですが、お母さんは一生懸命やってるんですが、エンジンがかからないのです。でお母さんはみんなに言いました。 次もしエンジンがかからなかったらみんなこの車を出てとにかく急いで前に走りなさいって言うんですね。もう列車のレールから離れなさいと言うんです。このまま行けば車は列車に衝突し大きな事故につながります。ですからみんなは慌てて車から出て逃げるしかないという判断をしたのです。そしてお母さんは祈るような思いで エンジンをかけました。すると今度はかかったんです。ギリギリになってお母さんは慌ててペダルを踏み、スピードを上げてレールから逃げました。車で必死にこうスピードを上げてですね、列車からとにかく遠くまで走らせたんです。もう命からがらギリギリだったそうです。変な夜だなと思いながら、もう家に帰ろうかとみんな言ってたんですけれども、もうすぐ目の前に 体育館があったので、とにかく応援だけしてきなさいということで、お母さんはこの娘たち、まあ娘と友人二人ですね、体育館の前に降ろしました。で、一旦家に帰っているから、その後試合が終わったら家に電話しなさいということだったんです。それでスージーたちは体育館の中に入っていきました。ところが人がまばらです。試合も行われていません。あれどうしたんだろうと思っていたらブリーチャーズの下で、 友人の一人がシューズを履いていたんです。ブリーチャーズというのは観客席のことです。こういった観客席ですね。これをブリーチャーズと英語で言います。それでスージーはその友人に声をかけました。みんなどうしたの試合はまだなのと聞いたら、え、もうとっくに終わったけどって言われたんです。え、どういうことと。スージーたちの感覚では夜7時30分に家を出て、まだ8時前だと思ってるんですね。 今何時だと思ってるのと言われて、時計の針を見ると、なんと、夜の10時45分だったそうです。まだそこに残っていた人たちは、スージーたちのところに来て、なんでこんな遅くに来たのと、みんなに言われたそうです。えって、そしてレールの上から命からがら逃げてきたんだよとか、その話をすると、もうみんな笑って、もう大丈夫と言われたので、あの、なんかもう嫌な感じになって、 お母さんに電話をかけてもう一度こちらに迎えに来てくれるように頼もうと思ったんですそれで体育館の外に出るとなんとまだお母さんの車はその駐車場にありましたそれで「お母さん」と声をかけるとお母さんが言うには公衆電話から空港の管制塔に問い合わせをしていたというんですね、まあ、当時は公衆電話しかありませんのでその体育館に設置されているそれを使ったわけです しかし、この空港の管制官に問い合わせをす,するというのは、1960年代は普通に行われていたのでしょうか。きっと今はダメだと思います。一般の方が空港の管制官に電話を直接かけるということは、多分できないと思います。それはかなり多忙を極めていて、飛行機がたくさん飛んでますから、そのところへ一人一人が声をかけて問い合わせをしてくると、まあ、その電話だけで大変な業務になってしまいますので、多分今はダメだと思いますが、当時は、 多分そうういいっったた問い合わせがあったんでしょうねでお母さんはその空港の管制官に聞いたんですね、この夜は満月ですかと明るい月が出ていて自分たちは追いかけられた感覚になったと言うんですね、管制官の答えはいえ、今夜は満月でもありませんし曇っていますから夜と言っても見えないはずですって言うんですね、月自体が見えないとで。しかもお母さんはその電話をしている時にその空港の管制官の周りの声が聞こえているんです。 たくさんの問い合わせがその夜あったそうです空に変なものが浮いてるとそういった問い合わせがたくさんあったというのはこの管制官の声で分かったそうです変な夜だったなとみんなの心に残りましたところがスージと一緒にこの車に乗っていた友人2人はこの話は全くしなくなったそうです結構笑われたりして心に傷が残りこの話を封印してしまったんですねところがスージは時折この話をしていたと で、ある日、何気なくテレビを見ていたら特番をしていました。宇宙人や UFO に関しての特番です。そして自分が幼い時、本当に小さい時に一緒に遊んでいたジョニーの存在を急に思い出したというんですね。そして大人になったスージーはそのジョニーの姿形がよく俗に言うグレイタイプの宇宙人にそっくりだったというんです。ですから、 あれは宇宙人だったのかなと大人になった今は思うそうです。時折来るんですけれども、周りにはジョニーの存在はわからない。見えていないんですね。ですから親はイマジナリーフレンド。まあ、子供がよく自分の空想の中で作るお友達かなと思ってたんですね。で、ジョニーと一緒に空を飛んだり、そして小さい時にスージーは入院をしたことがあるんですが、入院の時にはお見舞いにも来てたそうです。 で、数字が歩いていて転んだりすると大丈夫。大丈夫と優しく言ってくれたりして、とても優しいジョニーだったと数字は思い出したんです。スージーの話に興味を持った研究家たちはまあ、何度か数字のインタビューを試みています。で、数字はなぜ自分がそういった宇宙人にこう関わったり、そういった目に遭うんだろうと不思議だったんですね。ところがもっと不思議なことを思い出したんです。 なんと、スージーのお母さん自体が不思議な人だったんです。お母さんは家族のことに関してだけ予知ができたそうです。今日は危険なことがあるとお母さんが言ったりするそうなんですね。で、子供たちには今日は学校に行ってはいけないというので、そういった日は行かなかったそうです、学校に。ところがある日、今日は学校に行ってはいけないとお母さんが言うのを聞かずに、一人の弟が 僕は学校に行くんだ。お母さんの言うことなんか聞かないよっていうことで学校に行ってしまったんですねするとお昼になって学校から突然電話が鳴り病院に行ってくださいと救急車で緊急搬送されてるんです弟がで学校の階段で遊んでいたら転んだらしく肋骨3本にひびが入り肩も骨折していましたでそれは病院に行ってお母さんがそれはお医者さんから聞いてるんですけどもでそのまま入院してるんですね この出来事から家族みんなはもうお母さんの言うことを信じるようになり、今日はあそこには行ってはいけないと言われたら行かないようにしていたそうです。で、この話をする数字に周りの人は君のお母さん自身が宇宙人なんじゃないのかと。君は宇宙人と人間のハイブリッドなんじゃないかと。そんな風に言われたりしてですね、からかわれたりして、それに対したは数ジはムッとしてですね、お母さんは人間ですと。まあ、強く言ってますけれども。それから数年たち、 今度はまた思い出したんです。フラッシュバックをしています。あの夜のことでした。自分たち全員が意識を失い、オレンジ色の光に包まれた時のことを思い出したんです。意識を失っている間、自分はジョニーがそばにいることに気づいてるんですね。そしてその時、一旦目が覚めてるんです。そしてジョニーは数字を抱えて車から出しました。まるで数字は羽のように軽くなり、 自分には体重なんかないんだと。そんな感覚だったそうです。そしてソッは夜だったにもかかわらず明るくなっていました。すべての木が見えたそうです。そしてジョニーはスージーに言ってるんですね。次にもう一人僕たちの仲間が来るけれども、君は眠るんだよと。起きていても起きないで、眠ったふりをしなさいと言われたそうです。そしてそのままスージーはまた車に戻されました。 するとほどなくしてやはりもう一人宇宙人が来てるんですね。まあもちろんスージーの,かあの考えであれは宇宙人だったと、まあ、おっしゃってるんですけれどもそのもう一人の宇宙人は言葉は話してないんですけどもテレパシーのような感じでスージーは分かってるんです。何を言ってるのか起きてるのかとジョニーたちはその人に聞かれてるんですね。ところがジョニーはいえ彼らは寝ていますと、まあ、彼女たちは寝ていますと言ってくれたんです。 それでその人たちは消えていきました。そのまんましばらくして目が覚めて目の前にオレンジ色の物体はまだ浮いてたんですけれども、あの時、ジョニーに助けられたんだとスージーは言います。もし万が一自分がその目が覚めていることを分かってしまったら、そのまま連れて行かれたんだと思うと言うんですね。ジョニーには感謝してもしきれませんと。 涙を流すんです、スージーさん。本当に自分の命はその時助けられたんだと思ったと言うんですね。これがスージーさんに起きた話の全容です。皆さんはどう思いますか小さい時から宇宙人、グレータイプの宇宙人と触れ合っていて、そして16歳になり、奇妙な経験をし、その時に助けられたと言うんです。それからしばらく、もうずっとこの話はしていなかった。 しかし UFO 研究家たちにより、まあ、インタビューされ掘り起こされたお話の一つですもし自分に不思議なことが起きた時、まあ、勇気を持って話していこうと思いました、まあ、そういったことがあったらまあワクワクして話すんでしょうねでもきっと怖かったんだろうなとも思います、まあ、今回は テネシー州スージーさんに起きたお話をしてみました。もしよろしければグッドボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。